チョコボの不思議なダンジョンを続きで、クリアまでやっていきましょう。さあ、クリアまでやるつもりではいるけど、一体、今どれぐらい進んでるのかっていうのが、よくわからないので、あとどんぐらいかかるのかというのも、いまいち未知数ですね。階層は10回までとりあえずやったんですね。そう、それの間、いろいろと見て回ってるおかげで、結構アイテムが集まったので、これを駆使しながらまた進めていこうという話ですね。ちょっと、ルビーの首輪呪われてるし、換金アイテム臭いので、どっちみち持っている必要がなさそう。ということで、さっさと売っちゃいましょう。お店は上だったっけ？これだ！このポーションの姿が目印でしょう。はい、どうも。カミラさんだったっけ？おります。あれ？カミラママだっけこれ。パパはどこ行ったのかしら。あ、こっちがカミラか。まったくパパったらどこ行ったのかしら。もうお店に出すものがなくなったのに。パパが仕入れしてるのか。よいしょと。じゃあそのパパは早く助け出さなきゃいけないねということだ。レベルはどのくらいまで上げるのがいいんだろうな。結構この階層プラス何レベぐらい、階層プラス2レベくらいがちょうどいいとかって他のゲームの不思議なダンジョンだと言われたりもする場合がありますが、レベルが引き継ぎで進むような仕組みだとまたちょっと違ってきますよね。でもこのぐらいのレベルになってから急激にレベルの上がりが良くなくなってきたような気がするから、やはりもう少しアイテムを補充しながら強い敵を倒して経験値を稼ぐというか、そういった動きが必要になってくる感じがあるんでしょうかね。なんかこのとりあえず物理で殴ればええやんみたいなのがそんなに通用していない感じがある。あー、何このハメコンボ的な、あーれ、あんま痛くなかったから助かった。おー、でもなんかこの爪が強化されたおかげか、当たるエフェクトがすごい痛々しくなった感じがある。強そうな感じになってますね。違うか、横から見たからか。あ、でもなんかちょっと真空波出てません？いいね。さて、テレポボックスを使うわけにはいかない。とりあえずテレポカードがある分余裕はあります。いらないアイテムを拾ったら積極的にリサイクルボックス行きにしたいな。ただ潜ったばっかなので前回手に入れたものしか持っていないのでそんなにたくさんはないかな。おっと、一歩離れるとはやり手じゃないか。ポーションの類があんまりないからな。結構回復が難しいな、このゲーム。HP 管理がすごく重要になりそうだ。ちょっと歩くだけでも割とモンスターと遭遇してしまうし、かといってポーション系もそんなドカドカ手に入るって感じではないですしね。というか一旦飲むと空のボトルが残っちゃうのが結構アイテム枠圧迫して簡単に使いやすいアイテムという感じがない。湧き水があるおかげでむしろその点難易度は低めなのかもしれないけど、ただこの湧き水も一定にあるわけでもないですし、この意外と単調に見えて、いろいろと見極めが必要なゲーム性という感じがしますね。おお、こもったままでやってきた。こもる。痛い。でもちょっとこもっている状態だとあんまり強くない感じがしますね。攻撃力が、あれ？こもってる方が断然強かった。
すごいな。攻防一体の構えだったんだな、あれ。あ、まだこもってる。ぴょっこん。一瞬だけ顔を出したが。痛え。これ、こっちのダメージ、全然入らないのに。与えるダメージも10入るってな。お、クリティカル。ん？あー、地図忘れちゃってる。ちょっとそろそろ、次の階層行こうかなと思ってたタイミングで。どこだったっけ？あー、これだ。そうそう、なんとなくこっちだったような気はしていた。でも、超直前だったのにな。忘れてしまったからちょっと、自信なかったんですが。お。珍しく物理で殴ってきましたね。さあ。なんだかんだこの辺りはもう普通に殴って、殴り合いで戦える感じになってきましたかね。ポーション。7つはさすがに多いか。ちょっと潤沢に使いながら様子見ましょうか。ネチャネチャの薬。テレポカード。テレポカードこんだけたくさんあればさすがにもう余裕しゃくしゃくじゃないですかね。ただ経験値が足らないな。あーあれ。ぬるねばです。これはもう少し強気に奥の階層へ行ける装備かもしれないですね。爪とクラも強化してあるし、テレポカードたくさんあって、いつでも帰れる。くらい！よし、足りた。鉄の爪。どうだろうな。この爪にプラスがあれば持ち帰りたいところですが。これ確か、普通に持ち帰るだけだと識別されませんでしたよね。あんま覚えてねえや。識別されるんだったら、とりあえず持っとくというだけでも価値はあるんだけど。毎日呪われてると厄介だからな。デスペル系も、貴重だよな。呪い状態の装備を外すことはできても、呪いを解除するアイテムって、まだ出てきてないんだったかな？もう出てきてたかな？というぐらいなかなか、呪いに対するデメリットがでかくて、出くわすと嫌なので、あんまり、とりあえず装備しとくかみたいな、発想ができない。なにこいつの壁、攻撃、壁貫通すんだな。壁の貫通の有無って結構作品によると思うんですが。妖刀かまいたちで前方3方向を攻撃できるときだけ、壁貫通が有利とかね。前にマスを攻撃できる？槍だったら攻撃できるよとか。武器の種類によって制限が入っていたりいなかったりとか。ああ、だからこうやってわざわざ前に出なくてもいいし、この入り口のところだから相手の攻撃が一歩に絞られるとかってわけでもないんだな。これは？凝った首は。凝ってんのか。空のボトル一個くらいはいらないかな。なんだろう凝った首は。装備していいかな。はい。呪われてた。もう行ったそばからだよ。ああ、識別。ちなみに何の首輪か調べたいというのはありかな？ネチャネチャの薬調べといた方がいいかな。いざって時に適当に飲んで大変なことになるのもあれだしな。ハイポーションだと思うんだけどな。解毒薬。よかった、飲んどいて。俺絶対ピンチになって、ポーションもうねえ、どうしよう、この薬飲むかっていうタイミングで、多分どうせハイポーションだろっていうテンションで使ってたと思うので、これは早めの識別良かったかな。でもあんまり解毒薬が すっごい役に立ったぜっていう状況って、あんまり想像できないな。毒に対する認識も結構まちまちですもんね。
不思議のダンジョンだとどうなんだろう。なんか歩いてるだけで、すごいデメリットを被るから、あんまり強くできないですよね、毒って。とんでもなく毒が強いと、3歩歩くたびにダメージが5入るよって。で、解毒薬を飲まないと30ターンぐらい継続しますとかって言われると、それはもうえげつないというか、毒になった時点で、ゲームオーバーを覚悟するレベルとかになりかねませんが。さすがにそんな上向きの攻めた強さの毒状態以上っていうのは不思議なダンジョンというか、こういうダンジョン RPG では見ないのかな。ただダンジョン RPG もローグライク系、こういう不思議なダンジョンのローグライク系だとあんま毒強くないイメージあるけど、ウィザードリーライクだともっと強いのかな。あんまやってないんですよね、ウィザードリーライクは。そもそもウィザードリーもやったことないしな。なんだろうな。やっぱりいろいろやりたいなという思いはあるけど、どうしても自分の興味の湧いたものから順番にやっていくから、興味はあるけど、まだやる気がないみたいな、ジャンルはどんどん後回しになってしまうんですよね。あとはやり始めると長いだろうなっていうのは結構、後に回す癖があるんですよね。このゲームやりてえなーって言って、意気揚々と買ったくせに、でも RPG だからやり始めると長いだろうし、今はいいかなとかって言って、もう気がついたら1年ぐらいやってないみたいなソフトもちょくちょくあって、なぜそのタイミングで買ったんだお前みたいなね、ことがある。ただゲームは買って集めるのも結構好きなので、なんかもうそれだけで満足してしまってるところがあるんでしょうかね。さあ、ルビーの首は、売ったことを怒っているのかってくらい、すごいタイミングでやってきましたね。とりあえずこの箱の中見るか。マップカード。でもな、後半のダンジョンで使いたいという気持ちも、あるんですが、テレポカードどんだけ出んのもう。これがテレポカードじゃなくてテレフォンカードだったらまだ役に立つかもしれないのに。テレフォンカード。意外と、この時代ならテレポカードとテレフォンカードはかかってたりすんのかな？電話だけに？なんちゃって。テレフォンカードか。公衆電話がもう最近見ないですからね。テレフォン、公衆電話もなんかもっといろいろやり方を変えたら現代に通用しそうな気もするんですけどね。なんかもう航空ベタベタとか、なんだろうな、もう、そこに人が寄りつくだけで誰かが得をするような仕組みにしたら無料で使えるようにならないですかね。そしたらなんか、携帯を使わずとも電話できるみたいな仕組みにできたり。あ、でもダメか。携帯に全部、電話帳で、連絡先保存されてるから、もうそもそも、あれですよね。知り合いの電話番号を覚えてないみたいな人の方が多いですよね。実際知らないしな、俺も。ヌメヌメの薬が出てきた。でもこのヌメヌメの薬はすごく、ハイポーション臭があるな。とりあえずポーションじゃない回復アイテムを期待しすぎな感じがあるが。でも使えそうではあるな。マップカード。本こんな取っとく必要あるか？鉄の。いや、いいかな。明確にプラスとかって。罠ですか？力が出ない。攻撃力どんぐらい下がってんだ？わかんねえや。わかんないけど、次へ下がっている。そしてテレポカード。階層によるのかもしれないけど、この辺りはすごい出るな。欲しい時には出ないっていう、そういう。万能薬。これは？どんな異常もこれで安心。本格的に解毒薬いらなくなったな。よかったね。あ、こういう時な、リサイクルボックスがあるとあの辺のやつを、
調整しやすいんですが、あ、力が出なくなったってこれのことか。ちょっと待って、ちょっと力出ないんだったらいっそのこと魔法で殴ろうか。と思ったんですけど、まずくない？魔法もチャージがクソ長い。いらっしゃいませー。とりあえず撃破して、ポーション多すぎると思ったらいつの間にかすげえ減ってたんだけど。あれ？こんな減ってたっけ？あれ見間違えてたか？なんか7個くらいあると思ったけど、もしかして5個くらいしかなかったのに。使いすぎちゃったってことかな？やばい、急に不安になってきたな。回復の管理難しいからな。その場で足踏みとかないんですかね、このゲーム。あ、出た。ちょうどいいじゃない。ありがとう。このサボテンくんはダメージそこまででもないかな。ちょっと比較的固めだという印象があったので、時間はかかるけど、周りに他の敵がいなければ、じっくり倒していいかな。よし、じゃあ可動脇から、ファイヤーでも使うか。お、ちょうど出てきた。くらえ。おー、いいね。じゃあ、ここで、ドレインは、結構、うまいですから、あんまり使わなくていいかな。今、ちょっと多めなので、シャイン使いましょう。レベルも上げなきゃだしな。おー、しかし、甲羅にこもっていないと意外と痛くない。パサパサの薬。ちょっと待って、これデスペルの可能性ワンちゃん。え？あー。あー、よかった。せっかはあれか。ゲームオーバー系ではないのね。でも薬こそもっと警戒するべきな気がするな。こんなあっさり飲んでいいもんじゃないと思う。決して真似をしてはいけない使い方って感じがあるな。20ダメージ痛いか？リサイクルボックス不足があるな。でもポーションはさっき拾ったので、ここで飲んで湧き水使いましょうか。オッケー。やっぱ湧き水からはポーションが湧いてくれると嬉しいね。でも湧き水からポーションが出るってなんか、学校の蛇口からお茶が出るとかオレンジジュースが出るとかと似たような雰囲気を感じるな。湧き水からは水が出るんじゃないのかって。ちょっと言いたくなるんですが。まあ、泉かもしれない。別に湧き水とは限らないみたい。謎の何かが湧いている場所っていう。そういうことなのかもしれない。わー、くるっと回って。さて、あ、そうか、モアダはあるんだよな。あーでもこのルビーの首輪が、すごく、文字通り枷になっているな。さてと、しかしなんかじっくりやりすぎてるな。3回進むのにこんな時間かかってるか。さて、そろそろ敵強くなる頃かな？以上。そうだな、そろそろマップカード使ってみようか。おう、ツヤ出し。おう、ちょっと待って、ツヤ出し。ツヤ出し超ちょうどいいんじゃない？レベルアップでしょ？どっちがいいかな？攻撃は最大の防御。オッケー。防御も確かに重要ではあるけどな。この魔法防御があんま影響してないんですよね、クラディ。特定のクラか、もしくはなんか別の条件じゃないと。魔法に対する耐性は装備では上がらない可能性が、もしかしたら首輪とかで上げるものなのかもしれない。そう考えると、まあ優先は攻撃の方なのかな。ちょっと臨機が弱くなってきてるかな。さあ、でも持ち物比較的、ああ余裕ができたかな。
でもこのマップのアイテムあと3つなんだろう。ちょっと下降りようか。少し急ぎ気味でね。あ、そろそろあれか。ギター、ジャニター。なんかいいものある？新しい首は、古い首は、臭い意味。この値段ってそんないい首輪って感じがしないな。カードより安いんだろう。なんか装備品って消耗品より高いイメージあるんだけど。こんな感じか。湧き水マップ。オイルカードかな？古そうなカード。他に出てきてないんだよな。識別とかはもう使ってるし。お店？じゃあ3回くらい後で。そろそろ刻んでいこう。さあて、14階だ。でも、あんま強くないけど、サボテンダーは、サボテンダーか、こいつ。あ、出た、ルビー。今度は呪われてないといいけど、サボテンダー硬いから魔法攻撃で、一回で倒そうっていうのもありかもしれない。わ、出た、出た。その前にこういうやつに使っといた方がいいかな。社員、やっぱり、属性は、キャラによって効く効かないあるかな。なんか紫色だったらとりあえず闇属性疑っとけみたいな、ところあるんですが。ちょっと、こいつ硬いな。魔法2発でもいいかもしれないな、こいつは。サンダーの本。おっとっと。なんで首回したの？よし。じゃあ死んだふりしてる間に、俺が仮装してやろうじゃないか。さよなら。あれ？意外と丈夫だな。やっと燃えて、鋼の爪。未識別の爪とか鞍は、もういいかな。おっと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 。なんか、魔法で倒そうって言った矢先から普通に殴りかかってしまった。本を読み始めたらあれなのかな、動きは止まるのかな。派手な首輪、ルビーじゃないのか。いや、これ未識別のルビーが呪われてないとも限らないって考えると、結局持って帰った後に換金できるできないの問題で、結局いらねってなりそうだから置いておきましょう。さて、ちょっと、やっぱりなんか感覚が全然違うな。このダメージを普通の敵から食らっても、歩いて回復する分で次の相手に相対した時に別に体力が足りてるっていう印象の方が、今までの、てか他にやってきた不思議のダンジョン系では思うことがあったんですが、なんかどうもこの体力の管理の感覚が他の作品とは違うなぁと、一味違う感じがありますね。なんかこの力を上げて強引に突破するのが正攻法という感じは全くなくて、じっくりと考えながら突然出てきた敵がなんか構えたら、それはちょっと素早く反応してみたいな、静と動を使い分けるような感じのシステムっていう印象がありますね。万能薬いるかな？テレポボックス使うか。テレポカードをちょっと少し送っておいて、これで次の冒険の時にしまった、テレポカードを余分に持っていなかったから大変な目になってしまったぜというのはなくす。でも今の冒険ではこんな持っててもしょうがないと。そういうところのために使いましょう。さてと、おう、魔導士くん。FF のこの黒魔導士の見た目はよく見かけますけど、初出とか
これが実際モンスターなのかどうかなのかとか、その辺の知識がガバガバなんですよね。あー、そしてこれ結構痛いな。それを思えば解毒薬の重要性は結構あるのかもしれないな。あー、と考えるとちょうどいいバランスであり、解毒薬の需要もそこそこ高くなる仕組みという感じがあるな。直接ダメージが溜まるっていう厄介さはないけど、でも長いこと放っておくことによってデメリットがすごくじわじわ蓄積してしまうから、どうにかしたくなるバランス。さて敵はもう来ないかな。ちょっと待って、お腹がすごく空きそうだけど、ちょっと待って、足踏みができたらなと思うんですが、わかんねえや。結局なんか説明書見ときますぐらいのテンションで前言ってたような気がするんですが、全然やってなかったなって。さてと、さあ15回まで来ましたが、なんかすっげえ時間じっくりやってますので、一旦ここで区切りましょう。